本当に試合を追うごとにチームの形だったりとか共通意識っていうところは積み重ねて入れてるのかなと思ってるので、もちろん結果としては悔しいですけど、手応えは感じながら毎試合プレーできてるので、もうあとは本当に最後の質って言ったら簡単ですけど、あそこまで持っていく形だったりとか、そこら辺のアイディア、思い切りの良さっていうのは必要なのかなと思ってます。これ前半もそうですけど、前からプレッシャーに行ってショートカウンター、そこを決めきれていれば楽に試合を進められたかなと思うので、そこの最後の質はやっぱり前線の選手に課題があるのかなと思ってますし、守備の部分では本当に安定してきてるのかなと思ってて、もちろんカウンターで危ない場面もありましたけど、構えた状態で崩されるっていうシーンはそんなに多くなかったと思うので、守備陣が体を張ってくれてる分、やっぱ攻撃陣はそれに応えなきゃいけないなと思ってます。やっぱり自分が出ている役割だったりとか求められている役割っていうのは理解しているつもりですし、やっぱり前からはめに行った時の、どうしても超えられてしまう部分はあるので、そこで誰が戻るのか、誰がポジションを戻してカバーするのかっていうところは、自分はそこはできると思っているので、そこはこの数試合やっているところかなと思いますし、ただカウンターの場面に関してはもうああいうことが二度と起きないように、コーナーキックに対して入る枚数であったりとか、そこら辺は改善しなきゃいけないので、そこの課題はすごく明確かなと思っています。もう本当魂と魂のぶつかり合いだと思ってますし、やっぱり負けられない戦いだと思いますし、そこの気持ちは前面に出しながらも、ただやっぱり頭冷静にしっかり戦うところと冷静になる部分っていうのはバランスよく持たなきゃいけないと思ってますし、本当にいい準備をしたいと思ってます。僕がプロ入りしてから、ダービー戦えたのも本当数回ぐらいしかないので、自分がやってるっていうところよりも
見てたところのやっぱ激しいぶつかり合いだったりとかが本当に意地と意地のぶつかり合いっていうのを本当印象深く覚えてるので、やっぱそれを僕たちはピッチの中で今見ている子どもたちに対して示さなきゃいけないと思ってますし、本当目の前の敵に負けないっていう姿勢をもう本当90分間持ち続けたいと思ってますけどね。キャンプでやった印象とはちょっとまた変わってきてるのかなっていうふうに思ってて、選手も少し入れ替わってましたし、まあ、若い選手が出たりとか、それで結果を残して少し勢いに乗ってる選手もいたりとかっていうふうに僕も試合を見ながら感じてるので、まあ、そういうところに対して今までの岩田ではないっていうのを考えながらプレーしたいなと思ってますし、まあ、それはこれからまあスカウティングだったりとか、映像を見ながら一旦真っさらな状態でちゃんと聞きたいと思います。いやもう何よりも勝つしか今は求められてないと思ってますし、勝つことによってやっぱチームが上向くっていうのを本当川崎戦で実感したので、やっぱこれで勝ちにつなげるのかっていうのはすごく大切なこの分岐点かなと思うので、どんなプレーというよりは本当にもう目の前の敵に負けない、結果的に最後90分終わった後に勝ってるっていう状況を作れるプレーをしたいと思ってます。まあ、もちろん選手たちもそうですし、サポーターの皆さんも本当に誇りを持って多分ダービーに臨んでくれると思うので、まあ、そういう思いを僕たちは背負わなきゃいけないし、それを本当にピッチの上で戦う気持ちを表現するっていうところなのかなと思うので、勝てればより上昇気流に乗れるんじゃないかなと思ってます。次節ダービーということで、このエスパルスを代表して戦うという誇りと責任を持って僕はピッチに立ちたいと思っているので、皆さんも本当に強い気持ちを持って一緒に戦っていただければと思います。一緒に勝利を味わいましょう。